と2分ぐらい何ができないかな。もう一つのキーワードは肩甲骨です。肩甲骨というとどこだろうって思う方も多いかもしれませんけど、背中のこの真ん中にある、ね、この骨なんですね。一番体の中でもしかしたら届きにくい場所かもしれないです。まあ、だから背中かいとき孫の手なんか使うわけですからね、はい、一番。ところがこの肩甲骨の周りには代謝を上げてくれるスイッチがあるんですよ、ね、このスイッチは子どもの頃はたくさんあります。どん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 年を取るとともに減っていって、やがてこの僧帽筋とか肩甲骨、まあ、ざっくり言うと背中の真ん中あたりですね、そのあたりにずっと集まってきちゃうんですね。でこのスイッチに刺激を与えてあげると代謝は上がりやすくなります。ちなみにそのスイッチの名前は褐色脂肪細胞と言います。ね、脂肪を燃やすスイッチだと思ってもらったらいいと思います。じゃあどうやったらこのスイッチをオンできるんだろう。孫の手持ってきて書くんか、ね、なかなか難しいですよね。簡単なエクササイズがあるのでご紹介します。肩甲骨を簡単に動かすエクササイズです。一つ目は手を前後に振るだけです。横に向きましょうか。はい、朝起きたては眠いからやる気満々じゃないから努力はしなくていいんです。ああだるい、こんなんでいいですよ。でも少し元気になってきたらいっぱい振りましょう。ちょっとだけ技を使うとですね、手のひらを上に向けてからひねりながらこうします。1、2、3、4、これ20回ぐらいやってみてください。通勤途上でできるエクササイズってのがないかということで、2つほどちょっとご紹介したいなと思います。まあ通勤だとなかなか電車の中人も多いですしね、当然こんな動きができないんでね、もう限りなく限定されたことになりますけども、あの通勤時間も上手に使えばエクササイズができるぞということで、ちょっと試していただければなと思います、ね、こうやって上げたり下げたり上げたり下げたり、まああんまり周りでね上がったり下がったりして周りの人からなんだろうこれはって思われるのが恥ずかしければ、例えば一駅分だけはずっと上げてるぞと、ちょっとしんどいけどつま先立ちですね、で次の駅やったら降りる、こんなんでもいいと思います。質問いいですか。はい、あの一駅ずっとこのままとかの状態で、はい、スマホを見ながらとか、はい、でも大丈夫ですか。大丈夫ですね。本当はね、姿勢は前を見るとかね、あんまりこの前かがみっていうのはあんまりいい姿勢じゃないんですね。だから本当は窓の外の景色を見るとかの方がいいんですけども、こういうトレーニングってね、あんまり制約を入れちゃうとね、もうあれもダメこれもダメになるんでね、まずはこのふくらはぎカーフ、ここをぐっとこうストレッチしようと、上げたり下げたりしてここに刺激を与えようと、まあ、それができてればね、丸っていう風にしたいと思います。肩周りと首周りのストレッチをご紹介したいと思います。まあ、これはエクササイズというよりもストレッチですね。オフィスで働いているとどうしても肩が凝るとか、この首がなんか重いとか、そんな感じを持つ人も多いと思うんですね。そこをほぐしてあげるというのも非常に大切だと思います。ボディメイクにもつながると思います。顎に手を当てて上に、はい、ただここにもう一工夫入れることによってよりストレッチ感が出るようになります。さっきはグーパーでしたけども、今度は口を少しカクカクカク、ね。